さていよいよ次第現代文最終の最終のの後授業になりますかなり難しいね問題課題へのチャレンジですけれども皆さんどうでしょうか正答率がねなかなか確保できなくて気持ちが心が折れそうになるかもしれませんけどねその瞬間が一番伸びてる瞬間だと思ってください今日もしっかり頑張っていきましょう その頃の頃人々とと外界とのコーレススポンダンスは素晴らしいものだった人々は木々と交わり、人交わり、空と交わっていたそしてそこでは使徒宗教と歌と踊りが分化されていない相対としてあったすごいですね、ここに書いてある文化っていうのはね高度に枝分かれを起こすそのはるか前の一色多の時代ってことですさて、ここに言う文化なんですけれどもこれね未文化っていう言葉と大義関係になってます。ます、あ、未文化の方がおそらく使うんじゃないかなと思うんですけどね。 で文化ってい,うのは、ね、いろんな意味で実は使われますけれども一応、大きな意味でね主客と呼びますよ主客の分離を意味する場合が非常に多いです。自分というこの個とこの世界だよねこれが切り分けられ対象化って言いますけどね距離を分けて分けられているという発想がこれ文化ですそれに対して未文化っていうのはそれがね未分離状態なんですよ分けられたあとつになっているじゃないですか分ける前ってことね。 自分というものと目の前の対象物が切り分けられてないんですよ、まあ、妙な言い方をしますけどね近代化された以後の世界っていうのは自分と世界とちゃんと切り分けます我々は世界を眺める側の人間であってね例えば野生動物を動物園という囲いの中に囲って外から眺めるんですよおおあの猿かわいいななんてねところが未分化状態っていうのはつまり野生の中に自分たちがいますからね野生動物の中の一部がホモ・サピエスだったんですよ どうしてもこのね世界と合一化してるって発想がね納得できないっていう人が多いみたいです例えば皆さんは何座ですか星座でですすか星よさて生まれた瞬間の星々の動きと自分の運命がなぜバイオリズムに行って連動するんですか世界と自分が一体だからでしょ葬儀の最中ねしとしとそぶふる雨が出てきたら個人の流す涙ですなんて話をしませんか雨と死んだ人の悲しみがなぜ連動するの 世界と僕たちは一体だと考えるからですそうして我々と世界が未文化であった状態から資格を分離するとね近代合理科学が生まれます、まあ確かに出入な学問で正しいのかもしれないけどどっか冷たいですよね。例えば 野球部に入ってねみんな一体となって一つのチームだ俺たちはチームだって言ってみんなで校歌歌いながら肩かなんかを組んで、ね、わー泣きながらわーパシャって写真を撮るとこの瞬間の写真っていうのはチームが一体なんですよところがこっち側の分離っていうのはねスター選手がいてチームの勝利なんて関係ないですよ俺がいいプレーを見せますとこういう世界なんですね全然違う発想を持ってみてくださいさてどちらの世界がいい悪いではありませんけど やっぱりこちらはね、かかくかつ多少不習がしますこっちは、ね、礼儀で、理知的で正しいけれどもやはり冷たい居場所と言わされません。で、さっきのここ、その頃の人々っていうのは外界との称号ね、コレスポンダンスって書いてありますけどこれが素晴らしかったと、つまりね、文化されていないからです、一体だったんです。 そこでは石と交わり空と交わりそして使と宗教と歌と踊りが文化されない相対としてあった戦うこととそれらは一致していたそれらは確かに芸術以前のものだろうがそれだからこそ僕はその優美な力に捉えられてしまうと書いてあります本当の人間の力ってどこにあるんでしょうか文章を読解することも全く同じです先生は論理ね理屈を語る口としてここにあるんですよだけどいつも言ってるよね理屈だけではないと言いたいんですよ 理屈なんていらない線なんていかなくていいって言ってるじゃないですかでも線を引くことが作業となってこれでもって現代語の勉強ができてるなんて思い込みをしたらねそんなもの全く勉強じゃないですもっとここいいもっと胸にグッとくるような感動があった時に初めてそれは分かった生涯忘れぬ一文となって皆さんの人生を支える言葉になります現代語を勉強する本当の理由と価値はねもっともっと先の向こうにあるとそう考えてください だがここで繰り返します現代の人間はもはや魔術的な呪文を口にすることができなくなってしまっている僕たちからは魔力は去ってしまったのか行動するのなく表現すること僕は芸術の嘘に耐えなななければならないだろうかここに書いてある「芸術の嘘」っていうのはね当然筆者の着想以前にあった数理的な秩序を重んじる作曲法そして人々から音楽が離れてしまっていることを良しとしているような現代音楽の風潮のことを言ってるんですよね。 では問題 F まとめてみるとこういうことになります嘘というのはすなわち音楽の本質そのものをね、派生的図式的な方法の追求と見誤りね、で人々の感動人々から離れたまま作られ続けている現状のことを嘘と呼んでるんですよねでは選択肢の検討に入りたいと思いますさて選択肢1から5までありますけどおそらくはね1か2で迷うんじゃないかなという気がします まあこれね人によって違うんでね解説聞きながら違うところで迷ったぞとかね別に構わないんだよ最終的には正解へと絞り込みができていたら問題はないところだと思って聞いてください、まあ、3の選択肢ね作曲において抽象的な完成度を表現の目標とするこれは違いますね音楽はよく抽象的だと言われるけどそうではない具体的なものだと被写主張はありましただけれども抽象的な完成度を表現の目標としているかどうかという議論はないので、まあ、いわゆる不存在の誤りですよね で四の線だし音楽の感覚的な美に加えて魔術性を重視するというのはねこどちらかというと筆者が目指したものでも現在すでに失われているものであったね。 ノスタルジックな思いとともにかつてはこうだったのにと思い出している言葉であって現代音楽がひたすらつき続けている嘘が魔術性を重視することではないですむしろ真逆ですね4は選びません5、調律音を否定してって書いてありますけど理知的に作られた音楽そのものをいらないと否定したのではないんですよというわけで5も違うとで1と2を見比べてみてほしいんですが1番、音楽の秩序を重視する理的な美を崇拝する この嘘に当たるかどうかですよねそれから2合理主義的な明晰さを作曲の本質として当然視するこれもここで嘘に当たるかどうかですこれね区別がつかない人がいいるんですよいやいや,いや先生どっちだっていいんじゃないのとまあより筆者の考え方からしたらね真逆の方真逆の方を説明してるんだ,だってこれ一問にも両方正解じゃないですか区別がつきませんなんてね予習の段階で思った人いると思いますけど。 本当にそうですかよく考えてみてください特に1です音楽の秩序を重視し数理的な美を崇拝することさて課題文に戻ってみましょう例えば防線縁の直後にあるね、この箇所を見てください音楽は本来数理的な秩序の上に立つものだね。作曲家が数の錬金術を鍛え上げることで普遍的な全く美を目指すことにここを見てください誤りはない つまりね、何度かどっか進めながら繰り返してきました筆者はね、数理的な秩序形式的な美というものを追求することそのものが嘘であり罰だって言ってないじゃなくてそれそのものを誤りではないとちゃんと肯定的に認めているんですよその上で作曲というものの本質を読み誤ってしまうことは嘘だと言ってる 非常に精密な読みが必要とされましたつまり音楽の秩序を重視し数理的な美を崇拝するこれ自体に誤りはないと課題文で筆者が言っている以上これはね嘘には当たりません。でなくて2の選択肢みたいにそういう合理主義的な発想が作曲の本質だと当然視して疑わないまま曲を作り続けていることそのものが嘘に当たるんですよ。つままり先ほど言いいしたよううに音楽のの本質というものをね 派生的図式的な方法の追求というふうに思い込み人々に対する感動を忘れたまま作り続けている作曲の現状に対して嘘と言ったわけですということは回答は一ではなく二にならないといけないことになりますよねさて課題は最後の方に入ってきました僕は黄色の薄暗い構成の車内でもう少し人々との結びつきの確かさが欲しかった調律された学校の中に騒音を持ち込むことこの方はその時の僕に何かを暗示した テープの上にさまざまな音響を録音してみるそしてそれらの音に僕は取り囲まれそれから触発された感動を偶然的にテープの上に定着させる僕は僕の精一杯の仕方で外界との通信を終わる僕は音と一致することができるだろう音の一つ一つは僕の心の動きの用語となり説明を超えた要望の一つを映し出すものだちょっと気が付いてる人はどれぐらいあるでしょうか音という漢字の表記法にねどうやらこの問題2種類あったでしょう 二重山形かき氷がついている音とそういう記号が両側に付されていないむき出しの音とね、まあ、記号の形からも言えるんですけどね二重山形かき氷のついている方の音っていうのはね調律された現代音楽を構成する音であってこっちの音っていうのはねもうちょっと生中で原始的な太古の昔から続く生活の中で我々が耳にするあるいは体で感じる振動その二つの大きな意味の違いがあります。 まあ同じことですけど黒板にまとめるとこういうことです二重山形かき括弧についている音っていうのは音楽そのものを構成する人工的に作られた音のことねそれに対してこの音というのはその人工的に調律されたものとは異なるさまざまな生活の中の音と考えてくださいそうするとそれぞれどれに該当するのか判断してみましょうでこの問題はですね二重のついている音と 表記されているものの具体例として合致するものは一ですから、こういうことですよね。一と二の区別だね。そこで見ていくと、線路の振動っていうのは間違いなくね、日常性の中で我々が体感する音で二です。歌もくしゃみも。 音楽そのものというよりも日常の中で自然に出てしまうものですよね。ここでといるのは注意してくださいね現代人の作る作曲する音楽ではなくて太鼓、原始の太鼓ね昔の人たちが歌った歌なんだよねだからこれやっぱり2ですで12音というのはまさに構成された理智的な音楽の作曲法で作られた音ですからこれは1です。 扉の音っていうのはね音楽ではなくてもこれで心がドキッとすることないかっていう、まあ、生活の中にね人の心を震わせるものと紹介されてましたこれ2じゃないといけませんねで解答だから22212の順番で並んでいるこういうことですではいよいよ最後の問題問い位です筆者の考える新しい音楽とはどういうものか合致するものは1新しい音楽と言えるものは1ですよそうじゃないものは2ということです さてから順番に検討しましまょういは音楽が辿ってきた歴史を踏まえ個性と形式が融合する具体的な表現ここに書いてある、ね、個性ちょっと引っかかりませんかこれあくまでもね我々が太古原始の昔からずっと感じてきた生活の中のリズムそういった音というものを雑音と呼ぶならねその雑音こそ調律された学校の中に持ち込もうと言ってますよこの意味で記者のアイデアっいうのは極めて新しいものクリエイティブなものなんですよだからでも 個性と形式を融合させようというわけじゃないよね。具体的な表現を目指すというのは合ってるんですけどここの部分がまずいんですよ。だから「い」は×です。すなわち合致しない「に」に当たるってことね。続きまして「ろ」。音楽の定義と枠組みを捉え直し。まあ確かに捉え直してますのでここはまあ間違いじゃないですね。 さらに音楽家と人々と外界との新たな関係を構築と、まあ、今までね無縁なところで作っていたという歴史がしばし続いていましたそれをもう一回リニューアルして新しいものに作り替えようというわけですからこれ間違いじゃないですよね。 まあ、新たな関係の新たなに引っかかる人いるかもしれませんけれども少なくとも現在まで継続されてきた作曲の手法というものを乗り越えて新たにもう一回近いところ関係性を構築しようとするわけですから、まあ、新たな関係といって間違いではないと思いますね。これが丸ののでで答えははす続きましてはは数理理的な美の理想と秩序から ここ見てください切り離された表現によってって書いてありますけど切り離すとまでは言ってないんですよこれは×です答えは22に行きます周囲の身近な音を偶発的に導入することで合ってますよね心身の実感を伴った性質を獲得した音楽とこれ完全に筆者の目指す音楽そのままで1です続きまして最後の方音楽の数理性や形式美に寄り添いながら外界との現象的な昭和化のこれはね微妙な表現だと思いますね 数理性や形式美に寄り添いながらっていうのはまあこれはこれで認め矛盾のないようにしつつもという意味だからここはまあいいですここまではね間違いじゃないと思いますでもこの後に外界とのこれなんですよ原初的な小王ですよねもともとの音楽のルーツ発祥は何だったんだそこから我々は今思い出してね騒音雑音を持ち込もうと言ってるわけですから原初的な小って言ってもねあながち不当ではないことになると思いますこれ答えは 合ってる1ですね。というわけで問いの G は21211の形で回答が決まるこういう問題でした。 さて、今回、次第現代文トレーニングの最終回ですけど、どうだったでしょうか。これ、相当レベルの高いところまでね、学んでいると思います。まあ、なかなかね、えー、聞けないような繊細な説明が、たくさん多々見られたと思いますけれども、これで、ね、問題を解いている最中みんなの脳の中っていうのはね、非常に細かいところまで分け入ってね、どういうことだろうって考えるんだと思います。それはそのものは間違いじゃないですよ。そして、論理的に分析したり分解することも、やっぱり間違いじゃないんです。今回の文章と同じようにね。でも、 何度も先生が言ってるようにねそうやって非常に細かいところの読解にもぐらかドリルかごとく入り込んで分析的に見てもねなかなか本当の正解にたどり着けないいことが多いですもっと大きな流れね文章文脈そのものをうねるような流れと筆者の主張のねこう息遣いみたいなものに しっかりと自分を合わせていってくださいそこをアジャストできるようにすることがね、実は文章を読むということの本質なんですよ非常に難しかったけれどもね、自分の間違えたところをよく見直し自分の弱点を荒れ出すことがね、大切な課題だと思って復習してほしいと思いますそれではお疲れ様でした